片町スクランブルナイトまずは片町キララピッックアップさあスタジオにはポーラザビューティー片町きらら店からスタッフの倉谷幸恵さんにお越しいただきました。よろししくお願いします,しいしますあのポーラザビューティーさん、これまでにもね何度かご登場をいただいておりまして、はい、で記録を遡ったらばなんと2年前。 そうですね2019年の7月に前回はご登場ということで,で、ね、だからもうそれからすると状況もだいぶ変わってますよね変わりましたねねえあの倉谷さん自身前回の登場から今回に至るまでで何か変わったこととかってありますか痩せました痩せました <laughs> 素晴らしいホーラザビューあの差し支えなかったら何をしてどれぐらいダイエットに成功されたのかって えっとそうですねまずはえっ、ー、とコロナ中で、うん、あの自宅で YouTube を見て、はい、あのストレッチズボラストレッチですとか、はい、あとあの竹脇さんって方ご存知ですか聞いたことありますありますかはい、はい、あの元気ななんだろう竹脇マリナさんそうですそうですそうですはいはい、はいはい、でその方の、えー、筋トレみたいなものを真似をしてうんうん、うん えっと、約十キロぐらいした。十キロ。十キロすごい。まるまるだったので。いやいやいや,いや、はい、毎日されてたんですか。そうですね。毎日だいたい一時間ぐらいは知ってました。うわ、えーえー、すごい。素晴らしい。まだまだです。でも。まだまだ。<laughs> まだまだ丸いので、<laughs> まだまだ途中ですか。そうですね。途中経過です。いや、でもね、それはすごい。 でビューティー情報にも説得力が増すっていう感じがすると思う。で、まあ、その前回のご登場の時には、はい、その肌診断からものすごい数の,そのあなたに合った、うんえー、おすすめの、ね、美容液だったりとか、はい、そういったところをご案内できますよっていうご紹介だったと思うんですけれども、はい、うんとお店の状況コロナを経て今に至るまでってどういうふうな 感じでこうやっぱり落ち込みとかっていうのは結構ありましたか。あ、そうですね。やはりあの一旦かその緊急事態宣言とかあったときはあのやはりお客さんが減ってしまったりとかあったんですが、はい、まあ、ただやはり最近ではそのえー、っなんていうんですかね。 お客様がの楽しみとしてやっぱエステがすごく楽しみとかやっぱここでしかこう癒してもらえないというお言葉を頂い,いて最近はよくあのお客様もご来店いただけるようになりました。そうなんです、ね、はい、はい、ということでねぜひねあのやっぱりコロナ禍でずっとマスクしてるとその肌のくすみ疲れ肌荒れ,肌,荒れ肌トラブル っていうのもね結構あったりすると、うん、自分自身もやっぱあったりしますし、うんうんね、そういったところでケアをしたいっていう方もね,ねたくさんいらっしゃるんじゃないかなと思いますのでうん、うん、ぜひぜひお出かけいただきたいと思います。はい、であのどううでしょうお店自体の コロナ対策、はい、その、えー、この辺りというのはどういうふうになさってるんでしょうかまず手指消毒はもちろんのこと、うん、あと、まあ、検温ですとか、はい、あとは、えー、と備品関係あの例えばテクスチャーとかそういったものをすべてえっ、ー、と毎回消毒をさせていただいたりですとか、うん、あとは、まあ、もちろん、えー、とエステルームがあるんですが、はい、そちらのあの消毒関係はべてあのお一人様一回一回来ていただいたら必ずあの 消毒等はさせていただいております。はい。じゃこのあたりも万全。そうですね。アクリ静電除と。はい。ですね。そうやっぱり換気とかね。うん。ここは安心してね。皆さんご利用いただけるんじゃないかなというふうに思います。はい。じゃそんなところで、まあねあの前回もすごかったんですけども、今回のすごい話題。はい。今回もまたすごいんですって。はい。すご気になるんですけど、まずはなんでしょう。こちらからですかね。あ。 そうですね、エステです。はい。<ー>はい。今日、エステのご紹介ということでございまして。そう、ポーラザビューティーの、まずじゃ、あの、エステの特徴。はい、そうですね。ところからね、ご紹介をいただこうかなと思うんですけれども。はい。えっ、ー、と、われですね、あの、ポーラが、えっ、ー、と、自社開発しました。えっ、ー、と、材料。あと、まあ、東洋医学を取り入れた、えー、主義。 あとは、えっと、お肌の土台である筋肉までをアプローチして、えっと、資産であるこうお肌をしっかりケアしていくというのが表面だけじゃなくてしっかり筋肉まで筋肉までアプローチをかけております。はい、で今これね、えー、とご紹介をいただいているというか画面で見せているのがパーソナルトリートメントっていうふうにありましたけれどもこちらがですね、えーと お客様お一人お一人に合わせた、うん、えとエステということで、はい、えと前回あの出演させていただいた時もあもこのアペックスというものをご紹介させていただいたと思うんですがそちらの、えー、とエステということでなんと1万5624通りのエステメニューからお出案できるという <laughs> ちょっと <laughs>、はい、あのパッと言われて。<laughs> <laughs> はあ、なるほどって、なかなかちょっと言いにくいんですけど。<laughs> はい、あの、一般的な。普通のエステって、メニューって、どれぐらいあったりするものなんですかね。一万もないですよね。あ、だと思います。ね、はい、フェイシャルとか、な、うんだろう。

624 <laughs>、はい、だけでも相当すごいと思うんですけどもそれはどういったものがそんなにたくさんのこう種類になっていくのかっていうところはちょっとご案内いただいていいですか、はいえー、とこちらはですね、えー、とお客様の、えーとまあ、お肌ですとか、うん、あと生活習慣あと体調あとあのお客様お一人お一人やはりあの好みとか価値観っていうのがあ,のあると思うんですがそちらの3つの観点から、えー、とお伺いしてお伺いして えー、こうタブレット、AI 技術を使った、えー、と肌カメラですねですとか、タブレットで、えー、と分析したものでご提案をさせていただいているという形ですなるほどじゃあ、行ってこれ、1万5624の中からこれっていうんじゃなくて、うん、最初はこう対談というかカウンセリングみたいなものがあったうん。で実際に測ってもらったりとかそうでですすそうですあなるほど安心ですね。 そうですね。特に心構えとか何か準備していかなくちゃいけないことっていうのはあったりするんですか？あのないです。ないですね。はい。ぽっと行って。プッと行って。なるほどなるほど。はい。っていう形ですね。これがそのアペックスパーソナルトリートメント。はアペックスパーソナルトリートメント。もうこれはポーラならではということですよね。はい。そうですそうです。でででで。でで。でえっとはいこちらのエステのですね。 流れなんですが、はい、基本こうフェイシャルエステってなるとお顔だけっていうイメージをお持ちの方が非常に多いんですが、はい、ポーラのエステはですねこちらの充実の10ステップということで、はい、えとまず一、えー、番がフットケアですね足元からフェイシャルだけどフットケアから、はい、そうですうでこちら膝下からつま先までこうほぐすようにケアをしていきます。<ー>はい でそこからですね次、フェイシャルとデコルテのクレンジングということで、うん、えとこちらクリームタイプのクレンジングでメイクや皮脂の汚れを落としていきます。はい、でそれが終わったら、えー、とデコルテのケアと、うん、デコルテのケアですね、特にデコルテケアっていうところが基本、あのー、肩のマッサージもそうですし、うん、デコルテ、あと、えー、肩首をケアしていくっていうような形、うん、でここでしっかりとリンパを流していくっていう,ような 流れになってますーはねそこからまあお顔のケアですねフェイシャルケアをして、はい、で次は、えー、と T ゾーンの吸引ですね。うん、T ゾーンってやはりあの皮脂が多く出やすいのでそちらの方をあの吸引を行っていきます。はい、はい で次が、えー、FP クリアタッピングドレナージュということで6番7番ということであるんですが、うん、こちらの方は、えー、と空気圧によるマッサージということでお顔の下にあるこう脂肪細胞と言われるものをあのしっかりとあのケアしていくことでより小顔効果だったりとか、はい、あのリフトアップにつながるというような形になります。はいはい で次、えー、とこちらのコアビューティーケアというのがです、ねはい、あるんですがこちらの方はあはオプション系にはなっているんですが、えー、2200円で、うんはい、オプションとしてお使いいただけますがちょうどみなともちゃんの人差し指のあたりの、はい、こちらの方はですは、ね、お顔の,あの筋肉に働きかけて豊かな表情を生み出すエクササイズケアという<ー>とても今あの人気のある オプションになっております。これなんか器具使ってますけれども。そう,そうです。そうで、ん、す。器具をつ、あの使ってまして、機器を使ってですね、筋肉をこう引き締めたり。うん、緩めたりを繰り返すことで、こう顔の立体感を作って。こう頬の位置が上がり、すっきりとした印象になるという。は,<ー>はい、ケアになります。コアビューティーケア。はい、なるほど。なるほど。 で最後にえっとお選びいただあのさせていただくえっとマスクということでこちらの方もえっもアンダーエッセンスやまたアンダークリームですねをお付けしてス、えっと、マスクですね、うん、あ<う>その、まあれもエッセンスもその人に合った合ったはいマスクでお付けいたしますはいで最後にヘッドケアということで行っていきまして、うん でえー、とこちらのほうは無料サービスとして、えー、スキンケアとメイクをサービスでさせていただいておりますので<ー>、はい、足元から本当に。 えと頭のてっぺんまで、はいはい、しっかりとケアをさせていただいておりますこれ時間にするとどれぐらいのメニューなんですかそうですね、えっと、大体ですね60分から70分ぐらい、うんはい、オプションをつければプラス10分,10分、はい、かかりますので大体そうですねプオプションをつけた場合は70分から90分ですねなるほど、はい、そこにプラスカウンセリングがその前に、はい、そうですそうですカウンセリングがございますので大体お一人大体2時間ぐらいお時間を頂戴 できれば。大丈夫です。そうなんですね。もう至れり尽くせりですね。顔も綺麗になるし、ちょっとなんかリフレッシュもできるし。そうですね。すごい。これはね、やっぱり自分へのご褒美じゃないけれども。おこもり需要っていうのもきっとね、あるでしょうしね。ありますね。はい。そう、で、あとは気になるの、な皆様ちゃん。 お値段ですよね <laughs> <laughs> やっぱそこでねこれだけ至れり尽くせりですものちょっと聞くの怖いですもんだってねえ蓋してしまおうかとも思ったんですけどもいや蓋しておくわけにはいきませんのではいお値段についてお値段なんですがはいそうですねはいまずこちらのなんですが先ほどあのお伝えしましたパーソナルトリートメントのお値段はえっと下の6050円から はい、ご利用いただけます。はい、で、上の八千二百五十円というのが、えっと、先ほどお伝えしましたコアビューティーのオプションが入ったお値段となっております。ああプラス二千二百円と。おそうです。はい。はい、で、ただ、これ以外のエステもご用意させていただいておりまして。えええっと、一番お安いリーズナブルなお値段としては、えっと、四千七十円から。<お>はい。このベーシックのところ。ベーシックの、はい、四千七十円から、お試しいただけますので。へ<ー>はい。 ぜひぜひ。そんな安くて大丈夫なんですか。<笑><笑>そうなんです。すごい、ね。はい、えー。そうで、えっ、ー、と。エステルーム。はい。っていうのは何室あるんでしたっけ。エステルームは今現在二室,室。にますはい。じゃ、あここ二人が入られたら、それで、まあ。ちょっとその時間は満杯と。そうですね。うん、はい。次の時間に。に。 はいなってしまいますのであの完全えっとご約制ではい受けたまっておりますはいこれちなみにこの顔エステってなんかどれぐらいの期間でこう通った方がいいとかってあるんですかえっと一番ベストなのはえっと二週間に一回なんですあ二週間に一回そう二週間に一回ですね来ていただきたいんですがまただあのやはりお仕事を忙しいやっぱ女性の方とかも非常に多いのでまあそういった方はあの一ヶ月に一回 はいメンンテナンス、まあ、心のメンテナンスと体のメンテナンスとお肌のメンテナンスということで、はい、ご来店いただいている方が非常に多いでですなるほど、はい、わかりましたであの皆さんね、ねすっかりおなじみでプレミアム商品券、うん、こちらも使えるとはいご利用いいただけますいうことですのでこれぜひご利用いただいてしばらく使えてなかった持ってるけどっていう方もねいらっしゃるかもしれません。ので、うん プレミアム商品券このエステでも使えますのでぜひぜひご利用いただければと思います、はい、どうですか予約の状況ってその、まあ、9月の30日まん延防止措置がね解除になるだろうという、はい、今見込みだと思うんですけれどもやっぱり10月入って予約増えてきたりとかしてますか。 えっと、今の今日の段階ではまだなんですが、まあ、ただぼちぼち入ってくる予測は立っているので。はい、ぜひ、あの、皆さん、あの、五百の、はい、していただければなと思います。わかりました。ご予約、お問い合わせ、電話番号、ご紹介いただいてもいいですか。はい。あ、ありますか。ごめんなさい。お仕はい。一番最後。はい、矢野さん。こちらです。どうも。はい。 こちらの方なんですがえっとまずご予約につきましてはお電話あとこちらのごめんなさい記載はないんですが、うん、えっと当店あのポーラザビューティー片町ケラら店のインスタグラムの dm から、はい、またはホットペッパービューティーにてえっとご予約を受けたまっておりますなるほどはいいろんなアクセス方法があるんです、ね、そうですね、はい、でまたあのちょっとあのスタッフも募集中でございますのでおお合わせてあのお問い合わせいただければ幸いでございますあその上のビューティーディレクターはいビューティーディレクター募集中でございますのでなるほどはいご興味のある方また、うん あとははいぜひお問い合わせいただけるとさえでございます。はいわかりました。ぜひぜひね、はい、チェックいただければと思います。もれなく10キロ痩せますから。<laughs> <laughs> <laughs> それまた別別ね <laughs> す、はい。ということでじゃ最後クレタにさん、はい、このねカタマチスクランブルナイトをご覧の皆さんに、はい、あの一言メッセージいただければと思います。あの真ん中の上のカメラでお願いします。はいありがとうございます。はいえーとー。 ポーラビューティーかたまララら店では、えっと、エンターテインメントとしてお客様にしっかりとこうサービスできるようにあの頑張っておりますのでまた皆さんもあのこうコロナ禍でのこう疲れ癒しだったりとか、えー、またはお肌のメンテナンスとしてぜひ当店をご利用いただければと思います。 はい、ぜひよろしくお願いします。はい、どうもあり,う、はい、ありがとうございました。ということで、ここではポーラザビューティー。片町キララ店から、スタッフの倉谷幸恵さんにお越しいただきました。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。